おはようございます。おはようございます。水水魚短冊ネイチャーギャングです。はい、ということでですね、今日はですね、なんと我々のネイチャーギャング YouTube に初ゲスト登場でございます。本日のゲストをお迎えしたいと思います。さあ、本日のゲストは佐藤ルミナ選手です。どうも、ルミナです。これは熱い、これは熱いですよ。もうほぼほぼ釣りはサップフィッシングは初ということで、ほぼ初です、はい、ということで今日はですね、我々水水魚短冊4人、5人、はい、5対、1でもしルミナ君が俺ら5人のうち誰よりも1匹でいいんです。1匹もし俺ら5人のうちの誰かより魚が大きかった瞬間に、はい、今日はルミナ君が営むジム、ルーツジム、はい、ね、にトレーニングに行かなきゃいけないという設定になっております。という設定になっておりますけど、まあ、釣りなら負けないですよ。釣りですから、ね、まあまあまあ釣りダメ僕。それで、まあ、今日はほぼほぼ初ということで、はい、各自のエースジグをルミナ君に提供しないといけないという感じで、ハンデで、ハンデで、はい、まあ多分負けないと思いますけど、まあどうせ負けないんだよ。最近いけてるからね。ということで、いやもうでも今日は釣ってもらわないとね。まあそうですね、はい、せっかく来ていただいたんで、楽しいサップフィッシングのちょっとね、楽しさを味わっていただいてですね、はい、ということで今日は早速5対1の勝負始めたいと思います。それでは我々出勤。さすが、さすがサーファー。ベストです。ちょっとここどのくらいですか？今まだ10ないですね。あ、でも100ぐらいのところに行くってこと？そうです、そうです。マジですか？はい。大丈夫です。ちょっと想像できないな。新しい世界。はい。それを使ってください。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。昨日買ったばっかりです。トマさんのどこのジグっすか？これね、TG ベイトのグリーンゴールです。エースです。これは一番鉄板の全然もう会話がついていけないんですけど。エースまあ、エースっていうのは分かるけど、はい、TG ベイトグリーンゴールド。じゃあ、ギゴの来たばっかり。また新しいやつ。はい、タイが釣れるよ。タイが釣れるやつ。はい、はい、80g です。イエーイ。テキさんからはディゴ。さっき 60g。 まだ 80g。 もうちょっと深いところだ。なるほど。じゃあちょっとこれで使ってください。はい、ありがとうございます。なるほど。またシンフロアの重い。
いな、本物だ。これはもう重い、あの水深100ぐらいとかでバーッとして速く、で、こちらもこちらは一応2つあるんです。こちらも渡してくる、これ色違いです。で、大体そうですね、今のグリーンコールと、ね、ね、それが一番一応今まで一番釣れてるから、で、これの頭グリーンコールの60ぐらいの頭のところにこれを入れて、で、本日一匹目。もうちょいです。ネゴネゴネガと。と思ったら多分あります、ね。そろそろ。さあ何が上がってくるんでしょう。起きた。なんだ、白ムツ、白ムツか、ムツ、あーでもサイズ、ね、悪くないんじゃない、残念全然イカじゃなかった。これ白ムツです。フェル、あ、すいません、いや、すいません、すいません。さあ本日1匹目は白ムツです。
180。なんだこの叩き方、まさかサバか、ありえるな。でもサバだね、やっぱり。サバでした。おお、100程度すんだよ。引く感じはするけど、そうでもないかな。あ、でも引いてる。いや、サバだな、サバだな、これ。マジか、またサバか。わお、なんじゃこれ。サバ、サバ、クロムツ、違う、コアラ、コアラ、サバ、サバ。本日の一発目、ダブル崖シリーズ、ありえません。サバに続いてこんなのあるんでしょうか。もう、まあ、とりあえず坊主はなぐないですね。わかんない。さあ、何が、そこの方だね。何が釣れたんでしょうか。でも全然暴れないね。うるせえ。でもサバでもいい俺今日。あと 10m、 叩きもしねえし、アマダイ、アマダイ。イエーイ、あざーす。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで今日は5対1ルミナ選手に海で挑むという感じでしたけど、はい、ちなみにですね、坊主の人はルミナ君のルーツジムにトレーニングに、ちょっともう一回サップが甘いということでサップトレーニングに行ってこいということで、はい、ということで、じゃあ坊主は誰なんでしょう。じゃあまずは行ってみましょうか。じゃあサバヒコさんからお願いします。坊主いるの今日。いないですよ。いないよね。いないと思われますが、まあ今日はすいません、あんまり偉そうには言えないんですけど、一応
長いな。一応長いな。ちょっと甘だい。ああ、なるほど。甘だい。坊主逃れました。セーブ、おめでとうございます。じゃあ次お願いします。友達少年、まさかの、いないこれだ。すごい仕掛けてきましたね。どうだ少年、来ましたよ。はい、白物坊主みたいなもんですね。釣れてますね。はい、釣れました。はい、じゃあ、オミ行ってみましょう。ちょいちょいっす。なんだなんだこれ。すげえ。ちょっとちょっと、どこで勝っちゃうの。おろいいね。気をつけないよ。マジで、おろやば。ちょっとちょうだいよ。おろいいね。美味しいやつ。サンタ釣れてるんです。まあまあ、俺はあのすげえやばいね、今出すから。ちょっと待ちなさい。やばい。ありがとうございます。いや、一番やっぱあれですね、今日はもうめっちゃ渋い日だななんて話をしてた中、こんだけ釣ってれば文句ないですね。ありがとうございます。さすが。じゃあ次へシムケン行ってみましょう。まあ僕にしては大したことないですけど。おーおー、まあ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 、まあ、こんなもんですよ。うっかりもまあまあいいサイズ。なんかこれすげえ毒持ってそうだな、このうっかり。本当ですよね、怖いですよ。まあまあいいサイズのうっかりと、はいはい、はい、甘だい。はいはいはい、いいね。まあもちろんちょっとちっちゃいですけどね、アラも一応。あともうサバラッシュです。すげえなー。はい、そうなんです。ありがとうございます、はい。そしてルミナ君は今日フグ1匹。フグ1匹、あの、ね、逃がしちゃったんだけどね、はい、もうフグもうリリースで、はい、で、私はエソー1匹。エソーまあちょっとマイナスポイント。エソマイナスだよ。で、今日俺釣る、これ今日釣れました。今日レッドグレープフルーツ。俺いつも食べてるやつだ。これもね、俺も釣れる。今日あのいつも食べてるやつだ。クロスミで来るかなと思って。はい、私今日は坊主。くそー、はい、ということで、ね、珍しいこともあるもんですね。はい、ということで私元気よくルーツジムにトレーニングに行ってまいります。よかった。すいません、ルミナー選手よろしくお願いします。はい、ビシビシ仕事が楽しみ。さあちょっと疲れじゃないと僕ら釣りしてるんで。釣り楽しみ。あの一言言っときますけど、はい、次ジムから帰ってきた俺やばいっすよ。スピードが違いますから。超大きくちゃうの。赤ムツとかも平気で 2,3 匹みたいな可能性ありますから。はい、ということで今日はスペシャルゲストにルミナ選手でした。ありがとうございま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 す。ということで、スイスイ魚探索ネイチャーギャング、また来週。